これは赤いイメージですね。でこれに例えばいろんなラインなんかを入れることによって応用したアレンジなんかを作ることができます。斜めにカットすると竹が弱くなってこう立たなくなるので、このタイプの植物に限り平行にカットします課題は。これはスモークグラス。スモークグラスの揉めたやつですね。清水吸わせてやる。見せてやる。この僕のデモの場合